まあ正確に言うと YouTube 上にあるいは Instagram 上に、集めることで、何が起きるのかなということ、そしてその何が起きるのかなっていうところから何ができるのかなっていう判断をしていこうというふうに思っています。まあブログとの違いというのはそういう意味で言うと、ビッグデータとか AI とか、そういった、部分のものが欠落している時代の文章データだと思います。なので、Vlog に関しては、それよりもたくさんのデータを、まあ、相当量を入れることで精度を上げていく、価値を高めていく、そしてお客様に提供していく、そういうふうに、時代が動いていっているんだろうなというふうに考えています。ですからそのデータの一端をなすデータを作り出すそのいわゆるインフルエンサー的な存在というのはそういったビッグデータを集める会社にとってはどういう扱いなんでしょうね。価値がないでしょうかね。私は価値があると判断されると思っています。おそらくそういう動きになるであろうというふうに考えています。何かの賞金が得られるとか、何かで表彰されるということはないにしてもその集めたデータが有効であればあるほど、その人のそのインフルエンサーのような立ち振る舞いをした人に対しての信頼度というのは上がっていきそこから出てくる発信源というのは非常に評価をされ、重宝される優遇されるということが起こっても不思議はないんじゃないかというふうな推論です。その推論に基づいて Vlog というのを推奨してます。いかがでしょう。今日 Vlog に関してかなり話したつもりなんですけど私の考えなんとなく一つでもつかめたでしょうかね。これも実験です。研究です。失敗する可能性も大いにあります。でも、やり続けてやったもんが最後笑うっていうのがまあ世の常人の常です。途中で諦めず投げ出さずしっかり Vlog 取り組んでいきましょう。私もこうやって仕事の合間いや仕事の時間仕事のタスクの一つとしてこう Vlog をやってます。で今までは私 Vlog を控えてました。なぜかというと皆さんの Vlog の、情報を荒らすことになってはいけないなと思ったんですね。ですから私が価値ある人間に、なってしまってはいけないなっていうのもあって Vlog は控えてました。で大量に Vlog を発生させる方法とかも全然、簡単にできるなと思ってたんですけども、そういったこともあえてやってきませんでしたが、このような Vlog 飽和状態の状況に入ってきていますのでそれでなおかつお客様がなかなか Vlog 進まないという状況を見えてきたので、じゃあ私の方で少し牽引していこうかなというふうに思った次第です。はい、今日はそんなところで話を終えたいと思います。もう喉が渇いてカラッカラです。大雪山は見えません。残念。ということで今日はこの辺で。それでは。やっぱ休むのはダメだな。すげえリュック汗すごいわ。さあ取っていきましょう。
ここは宇州別川の堤防プチです。長山からすぐ来れる場所で、実はここ星がですねよく見えるんです。星が見えるという理由わかるでしょうか。農家さんが多い場所なんですね。しかも堤防プチで川があって、光がですね、病院が目の前にあるんですけど、10時を超えると明かりが少なくなって、見えやすいんですね、星が。だから私はいつもここに来て星を見ています。今もう月が見えてますよ。大雪山が見えないのが本当残念ですけれども、こうして、見ると本当に、神秘的な場所ですね。人が作り上げた場所で、今まさに目の前で工事がされていて、人が明らかに作ってる場所なんですが、でも自然の豊かさってこういううるさい騒動しい中でも静寂を感じることなのかもしれません。ポエムになりました。まあそんなんで失礼いたします。はい、たくみソフトです。私が逆光で撮影をするときにこの木を使ってよく練習をしています。ここら辺の覆いかぶさる木の色合いとか肌じゃないですね、枝のその肌色っていうんですかね、枝の色合いを、出すためにどういう角度で撮ったらいいかなとか、どういう絞りで、イソ感度をどこまで落とそうかなとか、まあ、そういうことを考えながら撮っています。でこうちょっとね、川というか、まあ、用水路があって、用水路からこっちに流れていくという感じになってます。さすがにこの下は降りていくことはありません。あんまり素敵な場所ではないんですけど、ただこういう田んぼの風景とかは昔から好きでね、こういう角度からちょうどこの角度ぐらいに朝日岳が、大雪山が見えるんですよね。ですからちょっと向こう側ですね、カーブを切ったところですね、あそこぐらいから見るとすごい大雪山、綺麗に見えます。あ、ごめんなさい、これ大雪山かな、こっちかな、病院の右側に今見えてるかもしれません。すいませんね。まあこんな感じです。それではアイザクミソフトの高井です。いつもは一眼レフを持ってこっちに来てます。でも今日はですね、一眼レフを持たずに、GoPro、スマホ、この安直な撮影道具だけで来ました。水筒1個持ってね、歩いてきてます。いや、暑いからもう本当喉が渇いて喉が渇いてしょうがないですね。もう水筒の水がもう底をつきそうで、ちょっと事務所まで持たせるために今我慢して、飲むのを我慢してます。いかがですか、この堤防プチ。これ皆さん記憶にある人います？ここおすすめですよ。星見るにも、夕焼けの練習をするにも、あと一人で Vlog 撮るにも絶対おすすめの場所ですね。なのでぜひ、来てみてください。私のおすすめの Vlog 撮影ポイントになりますね。なんせ人がいないからやりやすい。はい、そんなことで。それでは皆さん、また会いましょう。